中国茶中国茶具茶器のセット例。これだけあれば、台湾式工夫茶を楽しめる。中国茶具では、中国茶を楽しむために使用する道具を紹介する。中国茶を楽しむために、数多くの道具が考案されている。王ア金作プーアル茶用茶器ちゃん数章美術、協会主催、新人新作店三等賞受賞作品外湾もしくは、茶壺とサと茶配があれば、 中国茶を楽しむことができる。無論、専用の道具がなくとも、急須という飲みで十分楽しめる。蓋碗とは、蓋のついた茶碗である。日本の一般的な湯飲みと違い、蓋は蓋碗の中に配置するようになっている。茶灰と同じように茶を注ぎ入れて飲むだけでなく、茶葉を蓋碗に入れて茶を抽出し、蓋を少しずらして茶灰に茶を注ぎ入れたり、直接茶を飲んだりする。 茶芸の世界では品名廃と呼ぶ茶壺とは、いわゆる急須である。中国において、茶は香りを重視しており、その時すぐに飲む量だけを、その都度抽出するのが美味であるとされている。そのため、すぐに飲み切る量の茶を抽出できる、小さなものが主流である。使用されている材質には、磁気、陶器、耐熱ガラス等がある。その中でも、 特に紫砂デーで作られる紫砂壺は青茶や黒茶を入れるのに適している。また、実用性だけではなく芸術品としての価値も付加されている。また、その形状も多彩である。一般的なものだけではなく茶壺としての機能を備えた鑑賞目的のものも多く見られる。茶会とは茶を飲むための小さな器である。大きさは 一口で注がれた茶をすべて飲み干せる小さなものから、マグカップのような大きなものまで様々である。基本的に、蓋は付属しない。使用されている材質には、磁器、陶器、耐熱ガラスがある。分光杯とは、茶の香りを楽しむための茶器である。入れた茶を、一発分光杯に注ぎ、分光杯から茶廃に茶を移した後、分光杯に残された茶の香りを楽しむ。 単一で販売されることは、あまりなく、砂廃と体となっている場合がほとんどである。砂廃と分校廃の組み合わせを大廃と呼ぶ。使用されている材質には、磁期、陶器がある。台湾式の工夫茶で使用される。中国茶をさらに楽しむために、数多くの茶具が発明されている。茶壺のメンテナンスを行うものや、茶葉を取り扱うためのものなど様々である。茶缶。 茶缶、茶筒とは、茶葉を保存しておく容器のことである。金属製のものが主流ではあるが、磁器、陶器などで作られたものもある。特に紫砂デで製作された茶缶は、陳茶の保存に適しているとされる。茶卓は、蓋碗あるいは砂杯を置くものと、砂杯と分厚杯の二つを並べておくものの二種類ある。蓋碗や砂杯と体となっている茶卓もある。茶舟とは、 茶壺や茶灰を温めたり、余った湯を受け止めるための八丈の器である。茶地とも呼ばれる。南朝に使われていた資産宅が由来で、塔より広まっていった。秋用に船を模した形状のものが現れ、それが名称の由来となっている。水うう、茶孔とは湯や茶柄を捨てるための容器である。茶孔は卓上に置いて使用する。 茶番とは、茶壺や茶灰などに湯をかける際、こぼれた湯を受け止めるための箱である。茶舟と水、竹紙の役割を果たすことができる。茶番の上に茶舟を置いて使用する場合もある上部が、すのこ状になっており、廃棄する湯が箱の中に溜まるようになっている。特に竹製のものが高級とされる。その他、陶器や木製、プラスチック製のものがある。大型のものは、 茶器を保管したり、持ち運びする時にも使用する。花林製中国茶茶道禅組、茶牢とは、茶葉を茶壺に投入する際、茶葉を入れやすくするための牢痕である。茶鏡とは、熱湯で温められた茶器や工芸茶を挟むなど、対象を扱う際に、素手で触れることを避けるために用いる、ピンセット状の道具である。茶足とは、茶葉を手で触れずに茶缶から茶壺に移し替える道具である。 また、茶煮と同じく茶葉の形状を干渉するためにも用いられる。茶尺とは、茶にや茶足から茶葉を移すための砂地状の道具である。茶通とは、茶壺の次口に詰まった茶葉を取り除いたり、茶葉を注いだ茶壺や蓋碗の上部に浮かぶ泡を取り除いたりするために使用する道具である。茶尺と茶通は、一つの道具としてまとめられている場合が多い。茶煮とは、茶葉を 茶壺や蓋案に投入する前に、茶缶などから茶葉を移し替え、茶葉を干渉したり取り分けたりするための道具である。茶金とは、茶具、特に紫いさご茶器を手入れする際に使用する布巾のことで、ある。紫いさご茶器は、使い込むと光沢が増し、その価値が上がる。その茶器を、使用した後に磨くためのものである。茶道で使われる茶金を真似たものである。 茶壺などから注がれる茶の中に含まれる細かな茶葉を取り除くための茶こしや専用の茶こしを用いて茶を抽出することができるマグカップなど様々な茶具がある。ABCDEFGHIJKL 香りを楽しむ中国茶の時点 150P、151P 台湾茶の楽しみ方と美味しい料理 84P ハット ABC 台湾茶の 楽しみ方と美味しい料理 81P ハット ABCD 台湾茶の楽しみ方と美味しい料理 82P 生茶されてすぐに楽しむものを新茶と呼ぶのに対し1年以上熟成させた茶を新茶と呼ぶ近年では餅茶を茶葉を崩さずにそのままの状態で保存する容器が販売されているハット ABC 台湾茶の楽しみ方と 美味しい料理 83p 香りを楽しむ中国茶の時点 162p。ありがとうございます。